はい、こんにちは、速稼寺の久保です。この体ネタの本ね、早速読み始めているとこなんですけども、もうね、冒頭からワクワクするんで、このね、1ページ2ページをめくった段階で、あ、この本本当に買ってよかったなと思いますね。で、この本の内容をそっくりそのままお伝えすることはできないんですけども、ちょっと一部ね、ワクワクドキドキするところをもうご存知だと思いますけども、ちょっとね、お伝えしたいと思います。まずね、この体のっていうのは、体の A だっていうのはですね、第三世代型の暗号通貨として知られることになっているということでございます。第一世代っていうのは、全てのことの始まり、ことの始まりが1ならば、暗号通貨の始まりはビットコインですよね。ビットコインという概念が出てきて、それがきちんとプログラミングされて、世の中に出てきて、人の手に取られるようになってきた。最初はね、ピザ2枚との交換っていうのがね、よく言われる話ですけども、今はとてもじゃないけども、ピザなんかじゃお釣りが来るような、そんなね、金額ではないということで、今300万ちょっとつけてるわけですよ。で、一瞬ですけども700万超えたこともあって、とんでもない価格価値をつけたなってことですよ。これはですね、将来的にビットコインがいろんなことに使われるってことをマーケットが理解したから、人々が理解したから、じゃあ使われるんだったらどんどん価値が上がるよね、じゃあ今のうちに持っとこうかなってことで、今のうちに持っとこうかなっていう人がものすごく増えたってことなんですよ。で、ある時期はね、テスラモーターのイーロン・マスクさんがかなりビットコインをね、購入したということが話題になって、値段を突き上げることになったんですけども、それからいろんなことがあって、今300万ちょっとで、320-30万で安定してるかなってところですよね。まあ、この安定が暗号通貨ってのは非常に大事で、やっぱりね、価値の交換をするときに、そのお財布から取り出してる間にもう1000円2000円価値が変わっちゃったらね、とてもじゃないけども通貨としてなかなか信用度がないよってことなんで、ただ逆に大きく儲けるんだったら、こうやってボラティリティ言ってるんですけどもね、価値が高くなったり下がったりっていうのを繰り返してる間にだったら儲けやすいっていうことなんですよ。ですんで、目先のお金に、本当にね、飛びつきたい方はビットコインっていう時期もあったんですよね。体のもそうですけども、数年間でね、本当に莫大な何百倍っていう価格価値をつけて、それからプレセールが終わった後の一般価格でも2円3円5円10円っていう時に買った方っていうのはね、今70円前後ですから、5、6倍から7、8倍の価値を手にしてるってことになります。この体の枝、しかし一時期はですね、340円ぐらいつけましたからね、とんでもない金額になったなと思いますよね。その時に売り抜けた方がいたんで、価格がまたね、70円80円に落ちてきたってことですから、体の価格ってのも、暗号通貨の価格ってのも勝手に上がったり下がったりするんじゃないんですよ。多くの方が買えば上がるし、多くの方が売れば下がるしっていう風な市場原理そのものですから。ですんで、これからね、ちょっとお話ししますけども、体のエイドをまずね、多くの人に知ってもらうこと、その前に自分がよく知ること、これによって、あ、体のエイド本当にすごいなと、未来には使われる概念だな、だから今のうちに買っとこうかなっていう安値買いができる、その根拠をどん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 私もね、放送していきたいですし、皆さんも捉えていただければと思います。それではそのあたりをね、前書きの方から抜粋して今日の動画を終わろうかと思います。ここですね。詳しくは本書で述べますが、ADA は低消費電力で早く安価に安くね、取引処理が済むような設計になっています。ここですよ。電気をあんまり使わずに、ものすごく早く、手数料も安く、お金のやり取り、財のやり取りができる、情報のやり取りや証明のやり取りができるということですよ。いや、人類はこれを求めていたわけでしょ。で、かつ特定の管理者や会社が管理しない非中央集権でオープンな設計であると、誰でも開発に参加できるということです。誰かが利権を持っていたりとか、誰かの許可がいるってものではなくって、みんなで作っていくものだよってことですよね。管理者もおりませんってことです。で、管理者はいないんですけども、今のところ体の財団ってところがね、信用を担保してくれてるっていうところにもありますんで、今とってもいいバランスじゃないかなと思います。そしてこれは私がね、なんとなく思うんですけども、非中央集権で管理者がいないとは言っても、結局は体の財団を中心とするチャールズ・ホスキンソンさんのグループが何らかのサポートはずっとやってくれるんじゃないかなと思いますよね。そしてこれらの特徴が社会的な意義を果たす未来にきっとつながるであろうと大いに期待できますということなんで、確かに期待できるよねと。暗号通貨という概念やブロックチェーンという概念はなくならないと思うし、進化すると思うから、その中で有望なものを選ぼうかなと思った時に、体のエイダを選んでいただければ、あなたにもチャンスがあるってことじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回は以上です。